ます。はい。どうも。おどむつ。いやー、タイトルにあると思うんですけど。はいはい。ちょっとあられがやばいんすよ。あられちゃん。まあこの間多分みんなに軽く話したと思うんだけど。天才かもしれない。ああ、なんか、はい、言ってましたね。はい。あのね。うん。いやまあ、そのやばいっていうのはいろんな意味でやばいんですけど、うん、うちって、うんまあ、コロッケもそうだと思うんだけど、はいはいはい、まあチョビもか、うん、基本ドッグフードやんな。そうです、そうです。もちろん。人の食べるものを与えてない。まあサラダとか作るときに、うん、レタスとか、あのなんか食べれる野菜が出たときに。いいんだよね。レタスとかいいんだよね。うん、そうそうそう。リオちゃんがあげたりとか、そういうのはあるけど、基本はドッグフードです。まあうちもやっぱり生後、まあ言うてもまだ1年経ってない状態で、うん、あられは。まあ基本的には、レタスとかもあげずに、うんうんうん、ドッグフードで、はいはい、最初って数ヶ月間で指定されるのよね。うんうん、このドッグフードあげてくださいみたいな感じ、うんうんうん、でそれあげてて、でだんだん大きくなってきて、うん、ちょっとペットショップというかフードが売ってるところに行って相談して、うんうんうん、ちょっと大人になってきたからドッグフード変えてみたいな、うんうんうん、まあそのやってたんや、はい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 、でずっと同じドッグフードあげててんけど、うん、なんかある日、うん、急に、うん、いつもは、うん、こう時間決めてんのよ、うんうん、1日3回朝昼晩、うんうん、ドッグフード出したら、うん、うわよみたいなテンションで、もうそうですよ。で、バババババって、もうそれがいつもやってんけど、はいはいはい、ある日急に、うん、やられっつってあげたら、うん、あれあれで、深いため息ついとったな、今。ちょっと食べては、おうなんかちゃうな。なんかちゃうな。おうで、ちょっと残したりする。あらなんや思ってんてんな、うん、でまあでもちょっと体調悪いのかなとか、はいはいはい、まあ、夏場やったしまあまあね夏バテかなみたいなとかでまあ食べてるし、うん、まあまあ大丈夫かなぐらい、うんうん、もしあれやったらこれが続くようやったらちょっと病院も連れて行かなあかんよね、うんうんうん、みたいな話をまあ嫁さんとは家族でしてて、はいはいはい、で次の日に、うん、ちょっと家族が、うん、出かけてる時、はい、これって、まあ多分家庭それぞれだと思うんだけど、はいはい、うちは家に誰もいない状態になったら、うん、あられをケージに、うん、うんうん、そうですね。入っといてもらうんですよ、はい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 、結構うちみんな見てると思うけど、はいはい、結構大きいケージ。大きいケージですよ。あって、うん、で、柵もまあこれぐらいかな結構こんな、うん、これぐらいのやつ、うん、見たことあるよ、うんうん、ありますあります。そうそう、ケージに、まあ、あられを留守番さして、うんはいはいはい、で、ちょっと出て、はい、やっぱりまだかわいそうやし、長時間はしないですよ、うん、1時間とか2時間とか、うんまあ、お留守番さして、はいはいはいまあ、家で出て、うん、それでその日帰ってきたんですよ、はい、でいつもあられがやっぱり喜ぶ喜びますよ帰ってきたらお帰りってなるやん、うん、でいつも通り、うん、ただいまーって、うん、みんながあられでうわーって言ったら、うん、どう考えても甘い匂いするんですよなんかえあられからあられちゃんからねそう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 、うんってなって、うんちなみにケージの中には、うん、溝しか入ってないですよ、ねうんうん、そんな甘い匂いがするものなんてないよ、うんまあ、さっき言ったようにご飯はもう時間決めてるのでね、はいはいはい、水だけしか入ってない水しかないよ水ともうベッドとなんか部屋とかなんかあんねんいろいろあるんだけど、はいはい、人形とかしかないのに、うんはいはいはい、ちょっと待ってあられどうしたどうしたっつってちょっといいかいっつって、はいはい、あられの口元をクンクンクンってやったら、うん、めちゃくちゃ甘い匂いするんですよこれそんなわけないっすよ、ね、そんなわけがないのよこれなんじゃこれと思って。おちょっと嫌ですね。一瞬意味分かれへん。うん、やだやだやだ。まあ、これでね、二つ考えられるのは、うん。はいはいはい、二つ。うん。一個は、はい、まあ、さっき言ったこの柵、うん、を、なんか抜けた。抜ける、柵抜けですよね。いや、でもこんなんやから、うん、いや、それありえへんやろ。うん。もう一個は、もう一個。うちの柵って、だいたい高さがね、これぐらいかな。うん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 。これぐらいなんですよ。はいはいはい。うんえ俺らに隠してるだけで実は大ジャンプできるんだ、うん、秘めざる跳躍力がそうおで待てよと、うん、結構こう俺あられとようしょっちゅう遊ぶねはいはいはいワンプロって言ってワンプロねこうワンチャンプロレスみたいなで、うん、うわーやったりしてて、うん、たまにあられめっちゃ飛ぶのああなるほど、うんうん、あそっちと思って、うんうんちょっと試してみようはいはい、はい、で、まあられが大好きなおやつがあるんだけど、うん、そのおやつを使って、うんはい、ちょっとジャンプさせてみようと思う。なるほど、なるほど。あられケージに入れて。入れてね。あられって言って、うん。えいやーって言って、なんかええ感じでやって、うん、あられも飛ぼうとすんねんけど、ぴょんぴょん。
いや、でもなんかね、もう高いから、飛びもせんねん。うん、ああ、そもそもね。もうこれぐらいチンチンはして、ちょっとこうやってみたいな。うん。あ、ちゃうぞってなって、え？怖いな。これ、ありえんのかなと思って。うん。その狭いね、ケージの。うん。まあ、やってみようと思って、うん、で、ケージからちょっと離れたところに、その、あられが大好きなおやつを置いた。はい。で、これで見てた。見てたんや。そあられは、もうこんなんやねん。そりゃそうですよ、ケージの中にいるから。そうそうそう、うん、でちょっとななんかチラッてこう俺らの方見んだ。あ、見る、うん、こうこう餌があったとしたら、うんみたいな。おーおー、うんと思って、うん、ちょっと一回離れてみようと思って、そう置いたの。はい。でちょっとバイバイみたいな。ああなるほど、もういないよみたいな。あられが見えないところからこうやってちょっと覗いとったんや。衝撃ですよ。はい。この柵から、うん、コンコンスンって出てきたんですよ。そっちだった。スルーンってもうほんトローンってもうね、びっくりした。フェレットみたいだった。なんかね、スルーンってもう肩外してるもん。なんかで、デラってなって、おー怖いなー、って出て、恐ろしいわ。でなんかね、あられも出れたみたいなのちゃうんだよな。うん、コン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 スルーン、もういつも通りやもう出て、うん、で大好きなおやつをそこで食べて、うん、美味しいよな、うん、でまた衝撃やってんの、うん、食べた後、うん、見てたよまた、うん、と思って、うん、食べた後周り右して、うん、スーンって戻ってきた。いやそれ相当すごいよマジで。で、うん、なんか何もなかったかのような顔してんねん。私はずっとケージにいたよって。そうそうそう。それ相当すごいよマジで。すごいよな。いや相当すごいでしょ。で、と思って、うん、お前そんなんできたみたいなこと言ってんけど、ちょっとなんか気まずい顔してでね、うん、ちょっと待てよと、うん、分かった、じゃあケージを出れた事実は分かりましたよ。もうお前は出れるやつや。出れるやつね。でも待って、はい、うん、お前口甘いよ。そこなんですよ、うん、最初から気になってるところが、ね、でうちにリビングの下に甘いものは落ちてない。落ちてないよ、うん、俺ちょっと待てよと、うん、ダイニングテーブルあんのかと。恐ろしい話になってきたよこれ、うん、おダイニングテーブル、はいはい、みんなが食事するとこや。う、ね、そう、結構誕生日動画とかで出してると思う。出してますよ。あれも結構高いやん。かなり高いよ。そうそうそう。あんのかなと思って。うん、もう一回ちょっとこれは検証せなあかん。これ検証や。あられの大好きなおやつ。出てきましたよ、また大好きなおやつが。ダイニングテーブルの上に置いた。置いたんよ。うん。うん、でもどうせ、俺見てもやれへんやろ。まあまあそうですね。人がいたらやんないのかな。そうそう。また、ちょっと隠れて。隠れて。奥の方から打って大検証よ。衝撃ですよ。はい。しばらくちょっとこう見てんねん、ダイニングテーブル。はいはいはい。見てるんだ。そうそう。さすがに、これはせえへんかったわ。はせえへんかったけど、うん。ダイニングテーブルじーっと見て。つって。行った。ダイニングテーブルの前にうち椅子置いてる。まあ椅子はありますよね、うん、それはテーブルだから。椅子にパーンってジャンプして、うん、で椅子一段行って、うん、次もう向こうの二段目行って、いやめ、うん、ターンターンストーンっつって、あもうストーンテーブルにストーンテーブルにストーンっつって、すごいや。パーンって歩いて餌食べてるんです。いやもうすごいや。すべて初めて見る映像なんですよ。おー、うん、衝撃映像。うん、でマジでってなって、さすがにこれは怒らなあかんか。まあまあ、うん、そりゃそうよ、テーブルの上に乗っちゃダメだから。すぐ出てっても、はい、あられっつって、そりゃ分かるやろ。そりゃそうだ。そしたらもうあられがもうマジでかよ。思ったんか、ちゃん。いやバレてるやん。今後どうしていったんやのこれみたいな顔してて、おでももう分かってんねん、ダメなこと。ダメなことって分かってん、うん、でも、あられはもう、その辺はやっぱワンちゃんやから、うん、バレてない。その、なんちゅうの、うん、もう、あの人は全員家からいなくなったからできると思う。まさか隠れて見られてるなんか思ってる。
でも絶望やってあられる。もう見つかっちゃったからね、初めて。で、何が分かったかっていうと、はい、テーブルの上にパンがあったの。パンだよ。パン。おう、菓子パンかな。そう。おう、ただこれもすごくて、うん、袋に入ってんのよ。袋？そう。そこはもう俺がやれって言ってもやらへんから見てないねんけど、うん、袋から自分で開けて食べてるんですよ。やばないっすか。じゃそれはどういうことっすか。こうやってるってこと。俺のあいつマジで俺天才だと思った、はい、俺の予想やけど、予想まあ見てないですからね、うん、こうやってるって天才じゃん。こう座りした状態で、そらもう天才よ。ただの天才やろ。お座り一回して、お座りするよね。で前手でこうポンポンポンって寄せて、うん、でちょっとこう半チンチンみたいな、半チンチンみたいな状態になって、中腰みたいになって、中腰みたいになって手上がるやん、うん、それ持ち上げていい加減にしろって、一回賞味期限見ていい加減にしろで、こう持って食べてる撮ってくれ、すぐに動画にせ、すぐ動画撮ってくれ、世界中でバズるぞそんなもんはいやでもマジで開けてんのよ、どうやってやってるの。それはすごいわ、うん、やばない、やばい。で、それがそんな日分かったからすぐ病院連れて行って、あーまあね、食べちゃったからね。今すごいね、病院、動物病院、うん、深夜とかでも全然ありますよ、まあ、その日は深夜じゃなかったけど、うん、24時間行けて、救急でありますから、その行って吐かしてもらって、まあまあね、うん、じゃあもうすっごい菓子パン出てきて、うん、経験しますか。経験します、経験します。よかったでも、そうそうそう、いやだからもう刑事も結局もうダメじゃんだからね、もう。そうやね。今のままだったらもう抜け放題だから。うん。そうやって言ったら、そうそう、嫁サックが、うん、簡易的に今バリケード張ってんのよ。なるほどね、こう。ビニールみたいなのを持って、いや、大丈夫な状態やねんけど、でもね、うん、やっぱり、ね、夜とかさ、うん、夜は、うん、もう俺かわいそうやから、うん、今、ちなみに誰かしらがリビングで布団敷いて寝てるんですよ。あー、なるほど。あられは基本、もうリビング以外は、はいはいはい、まだ威嚇してなくて、うんうん、まあ、十分広いし、うんうん、でもやっぱり夜かわいそうやから、うん、ケージで一人っきりすんの、うん、っていう話したら、もう子供たちが率先して、うんうんうん、交代交代で夜、リビングで寝るってやってて、うん、だからあられはケージから出てんねんけど、うん、もうあいつやりたい放題やよ、なんか。まあ乗れるからね、ダイニングテーブルには。だから今も俺はめっちゃ気をつけてて、ダイニングテーブルに絶対飲み物とか、もこれ飲み物もあいつ絶対これやるからこれペットボトル、ペットボトル、これこんなん行くからこうやってだから動画にせえよ、カロリー低いなとやってるの、障子見とったかな今あられ成分表見とったかな、これ犬いけるやつやるぐらいのことやと思うから、だから全部もう気をつけて、まあでもそれの方がいいわ、うん、あともう椅子も、うん、もうダイニングテーブルから距離離して、あーなるほどね、直で行けないようにね、そうそうそう、でもやっぱこっちとらさ、やっぱ子供多いし、まあそうそうそう、はるちゃんもまだちっちゃいから起きがちやったりするやん、テーブル気をつけないとね、そうだから俺また新しいルーティンが生まれてさ、うん、テーブルの上をとにかく綺麗にと、うんうん、椅子をこう通みたいなことで、うんうん、ってなってくると、うん、さっきはるちゃんの話だけど、うん、お菓子とかも下にポンって落ちがちというか置きがちやん、まあ確かに確かに、それも許されへんねん、あいつやるから、うん、そうか、袋のまま置いてて、うん、中がね出ちゃったとかじゃなくても危ないんだもん、そうだから例えばコアラのマーチとかあるじゃん、うん、あんなんもう全然まずピリリリリってやるし、じゃコアラのマーチに関してはまず箱に入っとるじゃないですか、だから箱を線になってるピリ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 やるやるやる、絶対やるピリ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 ってやって、あ二段構えなんや、あの切り取り線をまずまず全然やるでもびっくりすると思う、いやコアラの街出てけへんやないか、確かに、ね、うん、まだ袋入っとるから入っとんない、どういうことやん、二段構えかいって言って、で多分口でいくやろな、出して出して、うん、あーこうギザギザなってるから、あのパターンね、これ多分こういうやん、縦に開けて、そうそうそう、でコアラの街を手ではいかんか、口でいってなんか顔描いてるやんってなるから、一回ポッて出して顔チェックする、今名前書いてありますからね、そう名前書いてあられあるかな、あられって書いてるかな、あられちゃうんかい、やるから
して、もう伸ばそうよ。それやってんだったら、それはすごいよな。それやってんだったら、そっち伸ばした方がいいよ、もう。確かにな。見たことないもん。天才犬だもん。見たことない。何の大会なんすか。ペリペリしてるんだったらね、手で。それやってんだったら、もうそっち伸ばした方がいいよ。ワン起用選手権。ワン起用のレベルじゃないよ、もう。ワン起用って。すいません、ちょっと長々と喋ったんですけど。ちょっとすごい、衝撃ですね、でもこれはあるしね。いや、マジで衝撃なのと、あと心配。いや、本当気をつけないとね。そう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 、もう、病院が充実してるとはいえ、体には絶対に良くない。まあまあ、食べちゃいけないものもありますからね。からね、よう見たら、しょっちゅうテーブルの上チェックしてんね。遠くから。いや、これマジで。遠くから、上見えへんよ。はい。遠くから。いや、すごいな、ちょっと。ソファー登って、あのクッション、うちもこうなるよ。ちょっと上、高めからこう。いや、それはすごいわ。マジで。それはもうマジ。で、すごい。あんまりなかった、こうやって。人間なんだよな。首かしげとるやん、明らかに。もうだから、あれっすよ。その、ドライバーとかも、あんま置いといちゃダメっすよ。確かに。ああ、工具な。そうそう。わかる。俺もそれ思った。そうでしょ。多分マイナスプラスなんか余裕で見極めれるし。もうそのレベルなんか。俺多分金庫開けれると思う。金庫。ドライバーでも全然いける。まあそうなんですけど、俺はなんかその、ケージをバラす話しようと思ってたら、ケージはすり抜けていって、その先の金庫行くんですね、もう。お金。すごいやん。プロぐらい全然任せる。ボタンやな。なんで任すんや。こうやって。いや、ええやつやから。親孝行やから。あ、親孝行。自動セルマン。かわいいやないか、もう、それはもう。ちょっとこれは、笑い事じゃなかったり、まあね、危なかったりするからね、それはね、実際に。ちゃんとちょっと世話しながら。確かに、確かに。ただうん。天才ちゃうから。いや、天才よ。袋開けるってなかなかですもん。思ってます。仕組みしてないといけない。はい。皆さんのご家庭にも、ね、ワンちゃんや猫ちゃんや、いらっしゃる方、いらっしゃると思うんですけど。はいはいはい。みんなどうなんかなと。こんな犬、まだ一切なってないの。おぉ、確かに確かに。おぉ。確かにね。恐ろしいですよ。すいません。はい。全然全然。っていうやつでした。はい。